文化が深いですね。メイドインジャパンでしょ。いいと思います。ハンバーガーチャイナです。Hey guys and girls, this is Cathy Cat, and today we are going to go and ask Japanese people what they think is made in Japan. Something that comes into their head the first time when they actually hear that sentence. And also, we're going to ask them what they generally think of when I say made in. So let's go and ask Japanese. 着物。着たことありますか？着たことあります。着物、特別な時にしか着れない。Made in Japan。え、何の時に着ますか？卒業式。学校の卒業式に私は振り袖着ました。文化とかでも大丈夫です？いいんですよ。やっぱり着物とかですかね。妹が今年20歳なので振り袖とか選んでるんですけど、なんかそういうのとかはやっぱり日本らしいなって感じもするし、メイドインジャパンかなって思います。自分も持ってますか？持ってます。やっぱりなんか季節ごとにこの服着るとかなかなかないのかなって思います。海外の人であんまり聞いたことがない。母の着た振り袖を着たので、ずっと多分ずっと受け継がれていくと思います。あ、じゃあ次の人にね、渡したりとか。そうです。文化が深いですね。メイドインジャパンでしょ。いいと思います。和菓子、あんこ、抹茶アイスが好きです。抹茶すごい好きなんで、なんか本当にすぐ家出てちょっと電車乗ったらもう抹茶いっぱいあったりするんで、よく食べます。じゃあおすすめの一番おいしい抹茶のグッズは何ですか？パフェ。おー、はい、パフェ。寿司、やっぱり日本独特かなと思います。ちなみにどの寿司おすすめですか？僕は大トロが好きです。やっぱりうどんだと思います。うどんおいしいと思います。おすすめのうどんの料理は？やっぱりかけで勝負してほしいと思います。あのだしとうどんだけで勝負という、それでもううどんは完璧です。あ、それで本当の美味しさ分かるか？はい、分かる人には分かると思います。お寿司。お寿司は絶対日本だと思う。スズメの寿司はホタテ。なんでですか？ホタテ変わってるとこ。変わってる？分かんないです。ホタテ美味しいですよ。カーですね。車ですね。やっぱりトヨタがあるように日本が誇るのは車です。メイドインジャパンでなんかイメージとかありますか？僕タイとかに行った時になんかカメラとか持ってたらすごいめっちゃ人気あったんで、やっぱりそういう精密機械とかがすごいやっぱ海外の人に人気があるんだなと思って。機械はやっぱメイドインジャパンに良いものみたいな。はい、そういうイメージがあるのかなと思います。温泉がある宿とか結構いっぱいあるんで、それでいいかなって思います。日本らしいかなって。なんかみんなが着たい服を着て、なんか別にそれに対して人が何か言うわけではなく、なんか自分の可愛いと思ったものをもう何でも着ちゃうみたいな。お洋服とかロリータみたいな、はい、ワンピース着たりとか、はい、あとなんか原宿、もうザ・原宿みたいなカラフルな格好してる人もいるし、なんかこういうシンプルな人もいるし、ストリートっぽい人もいるしみたいな、なんかいろんな人がいるのがいいなと思います。メイドインジャパンって聞いて私の中で物がいいとか質がいいっていうのは感じてて。じゃあメイドインジャパンってイメージはクオリティが高いってことですか？そうです、そういうふうに思ってます。自分で言うのもなんだけど思ってます。アメリカとかハンバーガー。全然チャイナが多いと思う。チャイナ、私もチャイナが来ちゃうね。チャイナだとチャイナです。なんか物買うと後ろにメイドインチャイナって書いてない、はい、ほぼ多いと思います。あー、でもチャイナですかね、はい、やっぱり服とか全部日本は中国とかベトナムとかにお願いしてるから、タグとか見るとだいたいチャイナって書いてるから、メイドインチャイナのイメージは強いです。最近はベトナムとタイとかも多いなと思います。でもこの辺全部そうじゃないかなって気がする、うん、え、自分の洋服全部ですか？ジャパンってなかなかない、はい、すごい高い。ジャパンになると高い、うん、なんか基本安くで済まそうと思ったらだいたいチャイナ。大量生産してそう、うん、おもちゃの裏とか見てもだいたいメイドインチャイナって書いてある。ハッピーセットとかマックのハッピーセットとか絶対メイドインチャイナです。安く売ってるものってだいたいメイドインチャイナ。同じものでも安いのは中国製。中国のものかってちょっと一回考え
ちゃう。日本のとか、あでも USA とかだと、あアメリカなんだ、ちょっと、うんうん、割と安心します。でもやっぱ日本だと、あうんって別になんか否定もしなくすんなりこう買う感じはあります。これ全ての質問でした。ありがとうございます。Made in Japan kimono we had there, we had matcha tea, we had sushi, the traditional things that people even in Japan think that is made in Japan. Interestingly enough, many people abroad will first say sushi, while Japanese people, most of them said kimonos. So a different thing that comes into their mind first when they think of made in Japan. So what is made in Japan for you? Let me know. Looking forward to reading your comments. Also don't forget to join me on my channel for a couple of random things about Japan, living in Japan and Japanese culture. And I'll catch you soon on Ask Japanese. And you're dancing? Very pretty.